天孫降臨。天孫降臨とは、日本神話において、天孫の二人気の御子とが、甘寺大御家の神職を受けて、吉原の中津国を治めるために、高間ヶ原から、日向国の高地褒峰へ、天候悪だったこと。二人気の命は、甘寺大御家から授かった三種の神器を携え、飴の小屋根の命、天の小屋根の御子となどの神々を連れて、高間ヶ原から地上へと向かう。 途中、猿田彦神、猿田彦の神が案内をし、二にの命は、畜死の日向の高千穂に降り立ったという、危機、古事記と、日本書記に記された日本神話である。アマテラス・と高木神、高見娘す人は、アマテラス・の子である、ただし正午かつマサ即備雨のノしシ耳の命に、吉原中国平定が終わったので、以前に任意した通りに、あもって、吉原、 中国を治めなさい。今平吉吉原、中国たしか湖南寺、遠い名家公寺等の古事期と言った。雨のおしほ耳の命は、雨下りの準備をしている間に、この西芝能、ににぎの命が生まれたので、この子を下すべきでしょう。牧者、進む子そうた束の魔性一氏その名天時期四国時期し、天津日高西芝能ににぎのこの子はたる子をなり、古事期と答えた。 二人気の命は、高木神の娘のよろずはたとよあきつし姫の命との、あいの子である。それで、二神は、二人気の命に、吉原の中津国の統治を委任し、天下りを命じた。二人気の命が天下りをしようとすると、天の八股に、高間が原から、吉原の中津国までを照らす神がいた。そこで、甘照らす大御家と高木神は、甘の渦目の命に、その神に、 誰なのか尋ねるよう命じた。その神は、国津神の猿田彦神で、天神神の巫女があもりすると危機船頭のため迎えに来たのであった。二二義の命の天下りに、飴の小屋根の命、太玉の命、天の渦めの命、石こり止めの命、玉の親命の五と物が従うことになった。さらに、三種の神器、八坂に間がたまが玉、八高神。 天村雲剣と思え謹慎、田地から野人、天根関門別神を添え、この鏡を渡し、天照大御家の御玉と思って、私を噛むように敬い祭りなさい。思え謹慎は、祭祀を取り扱い神宮の政務を行いなさい。ににぎの命者これ鏡者道は神玉よくさいこの者、登場灰はあれ全孫数次祭の次思え謹慎,慎者取り、持ち前自助くその異性、小事期といった。 これらの二柱の神は、伊勢神宮に祀ってある。昇る勇気神は、伊勢神宮の下空に鎮座する。天根関門別神は、別名を串石窓島戸神、または、豊石窓島戸神と言い,い、五門の神である。田地からおの神は、さなな方に鎮座する。天の小屋根の命は、中富の村寺らの、太玉の命は、忌み武士、忌辺の帯虎の、 天のう渦めの命は猿目の君らの、石こり止めの命は、作教を連、鏡作りの村寺らの、玉の親命は、玉の親連、玉の親の村寺らの、それぞれ祖神である。二人気の命は、高間が原を離れ、天の浮橋から浮島に立ち、畜死の日向の高千穂の久を降りうたき、九時降る竹にあもった。天の惜しひの命と天心久め命が武装して、先導した。 天の野し日の命は、大友連、おほとも、野村寺らの、天神久米命は、久米ただし、くの、あたひらの、それぞれ祖神である。二人気の命は、この地は唐国に向かい、かささの岬まで、真の道が通じていて、朝日のよくさす国、夕日のよくてる国である。それで、ここはとても良い土地である。この地者向き韓国有正幸道通り。 カサの午前またこの地下朝日の自家四国夕日の日照国なり個々の知人基地地なり古事記と言ってそこに宮殿を建てて住むことにした。天村降臨の地としては九州南部の霧島連邦の一山である高千穂本宮崎県と鹿児島県の県境と宮崎県高千穂町の双方に降臨の伝承があるがどちらの場所が否定されるかは定説がない。 なお、高千保町の天岩戸神社には、天照大神が隠れていた、天、岩戸と伝わる洞窟がある。中期、天岩戸伝説は、高千保町以外にも複数あり、高千穂地保限定のものではない。また、危機では、天の岩戸の洞窟は、高間が原にあるとしている。危機の太陽神である、天照大神が隠れ、世界が、 真っ暗になった天岩と神話を、機械カ,カルデラ大噴火の火山灰の雲による大災害と見る説もある。日本の太陽信仰、アマテラスオーミカ信仰は、機械カ,カルデラ大噴火に起因すると考える説だが、この説だと、天岩と火山灰は、伝承地である沖縄から千葉まで日本の上空を覆い尽くしていたことになる。なお天孫降臨の地の高地方からは、鹿児島湾や、 機械カルデラを目視できる。ににぎの命はアマノウズメの命に、サルタヒコ神を送り届けて、その神の名を追って、使えるよう言った。それで、サルタヒコ神の名を追って、サルメノ君というのである。サルタヒコ神は、あやか、あざかで漁をしているときに、平夫貝とに手を挟まれて溺れてしまった。そこに沈んでいる時の名を程度ひさし、御霊と言い,い、 泡粒が立ち上る時の名を、ドフタとみ玉と言い、その泡が裂ける時の名を、泡咲くみ玉という。天のうずめの命が、猿た彦神を送って帰ってきて、あらゆる魚を集めて天神神の御子、にニ,ニギの命に使えるかと聞いた。多くの魚が使えると答えた中で、生子だけが答えなかった。そこで天のうずめの命は、この口は答えない口かと言って、 小刀で口を裂いてしまった。それで今でも生子の口は裂けているのである。二人気の命は、かさの岬で美しい娘にあった。娘は、大仙津謙信の子でなお、神やたとびめ、別名をこの花の咲くや姫と言った。二人気の命が求婚すると父に聞くようにと言われた。そこで父である大仙津謙信に尋ねると大変、喜び、姉の岩永姫と共に差し出した。 しかし、岩永姫は、とても醜かったので、ニニギの命は岩永姫を送り返し、この花の咲くや姫だけと結婚した。大戦津謙信は、私が娘二人を一緒に差し上げたのは、岩永姫を妻にすれば天神神の御子、ニニギの命の命は、岩のように永遠のものとなり、この花の咲くや姫を妻にすれば、木の花が咲くように茂るするだろうと制約、受け日をしたからである。 この花の咲くや姫だけと結婚したので、天神神の巫女の命は、木の花のように儚くなるだろう。我の女に平立奉射有印史跡庁舎、天神巫女指名へえども、雪霊吹雪ふ家き女医師事情兼不動座また使い、木花の咲くや波女器科の英座も取りつこの、受刑者、しかもし自助行新今南事霊編獄長、自読止木花の咲くや古今後天神巫女のお言吹記者、進む女器科のやや、 重足性異、古事記といった。それで、現在でも、天神神の巫女の寿命は長くないのである。中日本書紀の本文と一書、ある文について、本文の後に、中の形で、一書に、異くとして、多くの遺伝を書き留めている。正しいと判断した伝承を一つだけ選ぶのではなく、本文と異なる遺伝を併記するという編纂方針。日本書紀の、 第9弾本文では、アマテラス大臣の子、巫女正や我勝勝カ秘典、忍びミノルジ勝ン、マサカーのおしほみ高見カミム高見ソン、の娘旗タセ姫、たくは知ジ姫をめとりて天心彦彦彦彦,彦,彦、ヒ、ニニギノソン、彦彦彦ヒコヒのにニギを生む、とある。その後、雨はワカの派遣から、吉原中国平定後、時に、 高見結び村は、マトコツイフスマ、マトコフスマを持ちて、高村、スメミマ天心ビコヒコヒ、ニニギノ村を追って降臨させた、とある。高村は、天板座、天の岩、倉を出発し、また、雨のやい雲を押し分け、いつの道、地別き道別きて、日向のその、高山みノるポう、高千穂の峰に天気、とある。続いて、道中の解説後。 その地に一人の者がいて、自らこと、かつ国かつ長さと名乗った。高村は、国ありやふ、いなや、と尋ねると、彼は、この、ここに国はあります。受け、願わくはにに、見心のまにまに過ごしてください。と答えた。故に、高村は行って泊まりすんだ、とある。その時、その国に美人、た、おやめがいて、高村がこの美人に、お前は、 誰の子かと尋ねると、目かけ、やっ子は天神、天津神が、大山隅神をめとって産んだ子ですと答えた。なお、カ室姫、カ室姫という、とある。その後、カ室姫の出産の逸話がある。最後にしばらくして天神ヒコヒコヒ、ニニギノソンが、ほう、かむざりき。そこで、つくしのヒムカの可愛い雪山、絵の山のササぎに埋葬された、とあり、締めくくられている。 第九弾一書一では本文と類似するアメワカヒコの派遣から吉原中国平定があり続いて時にアマテラス大臣もししからば早速我が子を下さんとみこと乗りしまさに振ろうとしていた時に高尊すでに生あれきなお天津ヒコヒコヒニニギの尊というそこでアマテラス大臣は言葉を付け加えてこの高尊を持ちて変えてこう 甘くだらさんとよく、思う言った、とある。続いて、ゆえに、天照大臣は、天神彦彦ヒコヒ、ニニギノ村に、八坂に間マ八タ神及び、草薙県、天村雲県の三種宝物、三草の名からおたまう、授けた。ついで合わせて五部、いつと、物王の神を、はい、添えて、侍、は、ベーラシム、従わせた、とあり、以下がその神である。 そして高村に、吉原千五百秋の水保国、足原の千穂秋の水保の国は、これは我が子孫の王、君たるべき地である。高村の汝が言って治めよ。さあ行かれよ。高村、天津、棺のぎ高し、左官なることまさに天上、雨土と、急、極まり、無権、永続するだろうと見事のりした。これが、天上無急、雨土と、極まりなしの神直である。 そうして降る間に、千句のものの帰りで、一柱の紙ありて点発達の句、天の八股におり、その花の長さ七あた、背、そびらの長、竹七坂余り、まさに七広というべし、また口尻、口脇明かりひかれり、目は、やたかがみのごとくして、さ、照り輝けること赤山皮脂を、赤かがち、宝月に似たり。そこで従いていた神を使わして、 尋ねに行かせた。この時、八十万神、や、およろずの神がいたが、皆、眼力負けて、そういもんをできず。そこで、高村らは特に、雨の渦め命に、何時は、眼力の勝ち、すぐれしかみである。行手広いよと、直す。以下が雨の渦め命と区神、巷の神、猿田彦の問答である。その後、雨の渦め命がえり物で、いたり手上。 形法、帰り子と申す、とある。そこで、高村は、雨の岩倉を、脱立、天やエグモを押し分けて、いつの道物に道はかて、天猫を、天下る。果たして先の木、ちぎりのごとく、高村は、畜死の日向の、高船緑の触れの峰、高千穂のくじ古の竹に至る。苦心猿れ彦は、伊勢の京調殿の伊鈴の川上にたどり着き、雨の渦め命は苦心。 サルタヒコの凍うところの隅に送り届けた。そこで、高尊は雨の渦目命に、何時は蘇生を明らかにした神の名をもって、生死とせよと直、これによって、サルメの君の名を授かった、とある。前半は、アマテラス大臣が取り仕切る、天上無休の神直であり、後半は雨の渦目命とサルタヒコの問答がメインとなる。第九段一書、二、では、この時、 高見結び村は中略とあり、以下の神を作りと定めた。そして太玉の命をして、弱方、弱方に、ふとした隙、ふとだすき日取りかけてみてしろとした。また、天の小屋根の命、天の小屋根の御ことは信じ、噛むことを司る神で温め、太間にの占い事、と、裏ことによって、使えた手つらしむ、とある。続いて、高見結び村は、我、 すなわち天津ひもろぎ、天津ひもろき、および天津岩坂を起こしたてて、まさに我が高孫のために再始立てつらん。何時、今し、天子や命、太玉の命は、よ、よろしく天津ひもろぎを持ち、保ちて、吉原の中津国に降りて、また我が高孫のために再始立てつられよとみことのりす。二神、二柱の神を剣、使わして、雨の押し方耳の尊。 天のおしほ耳に従わせて、こう、天くだらす、とある。この時、天テラス大臣は手に宝鏡、宝の鏡を持ち、天のおしほ耳の尊に授けて、我が御子よ、宝鏡を見ること、まさになお、我を見るがごとくすべし。共に床を、同じく四古天を共にし、持ちて、最終の鏡とされよ、と祝福した。また、の小屋根の命、太の命に、これ何時、 今し二柱の神、また共に、殿のうちに、侍、侍で、よく防ぎ守るをいたせと、直す。また、我が高間が原に、ところご、きこしめすゆ庭の穂、稲穂を持ちて、また、まさに我が巫女にご、知らせまつるべし、と、直す、とある。そして、高見結び村の娘名はよろず旗姫を、飴の押しほみみの村に入、合わせて、人させ、こう。 甘くだらせた。その途中に、巨雨に言い、今して天心彦っ込み、ニのギが生まれたため、この高僧を親に代わって降らせようと考え、雨の子や根の命、太玉の命及び諸子族、諸友の神の神々をことごとく、皆、あいさづけき。また、福語の者、みそつ、もの、一、も原先によりてさづける。そうした後に、雨のおしほみみの尊はまた天に帰える、とある。 それから、天神彦込、ニニギノ村は、日向の日、串日の、光泉実ルの竹に降り立ち、両肉、祖師氏の胸福国、村総国を、富久、北尾から国巻、ぎ行佐、通り手、浮きなぎサザイ平地、浮き島ギタ平に立った。そして、国の主こと、かつ国かつ長教を召して法と、問うすると彼は、ぜここに国あり、取り捨て直の随、まにまに、 どうぞご自由にと答えた。そこで、高村は宮殿を建て、そこで、夕休んだ後、海辺に進んで一人の美人を、と目を見かけた。高村が、何時、今しこれ誰が小ぞ。と尋ねると、目かけ、やっこはこれ大山積み神、大山積みが子、名は神、あずた河出姫、またの名はこの花咲や姫。と答え、さらに、また、我が姉。 色ねえは長姫あり。と申し上げた。高村が、我、何時、今死を持ちして、妻となさんとよく、思う、女の名に、いかに。と尋ねると、めかけが父、家族大山積み神、大山積みの神あり。受け、願わくは、死で問い、問いたまえ。と答えた。高村がそこで大山積み神に、我、何時、今死の女子、娘を見る。持ちて、 妻と戦と、欲う。と語ると、大山住神は使い女、二人の娘をして百机飲食、桃取りの机物をもしめて、ささぐ進む、まつるとある。すると高孫は、姉の方は、身にきいと思って、子、めさず、まかりむか、酒き、妹、弟、は、ありくに食、か、およしとして、引き、めしてみゆき、あいき。すると一よにして、 三日後、三ごもった。そこで岩長姫は大いに恥じ、仮死、たとえ天孫、雨見間、目掛けをせき、散ぞけずご、目さば、埋める子、三子はことぶき、命長く、万弱の常にありるがごとくにあらんを、今、すでに叱らず。ただ、弟、妹どく、一人を見ご、味噌なわすは、その埋める子、三子は、必ず木の花のごとく、移ろい落ちなん。と、寿相述べた。 その後に、神、あずたかあしつ姫め伝を伝えている。この一書では、前半、雨の小屋根の命、太玉の命を、主として描き、後半は、岩永姫の逸話を伝えている。第九段一書、四、では、高見結び村は、ま子こおを、天心飛行国密彦かににぎの村に着せ、高見結び村は、ま子こおを天心飛行国密彦かににぎの村に着せて、 天岩戸を引き開けて、天の幾重もの雲を押し分けて降らせた。この時、大友蓮の演素である、天の押し火の命、天の押しが、久米部の演素である天屈室を含め、天の屈室の多く目を引き言い、背、そびらには天岩を湯木、天の岩雪を背負い、腕にはいつ高とも、いつの高ともをつけ、手には天、口なし弓、天のは、地弓と、天羽や、 天野は早を取り、八つ目なりかぶら、八つ目のかぶらを、服、く、添え持ち、またかぶつち剣、かぶつちの剣を帯びる、とある。二柱の神天尊、雨、三間の先に立ちて、進みより、日向のその高千穂のくじの二つの頂きのある峰に、たどり着き、浮きなぎさの平地、浮きじまり平らに立ち、富久、北尾より、国巻、まあぎぎさ、通りて、 我たの長屋のかささののおみさき、かささのみさきにたどりいたる、とある。すると、その地に一心、一柱の神あり。なお、こと、かつ国にかつ教、ことかつ国かつの神という。そこで天尊がその神に、国くあげやと尋ねると、ありと答え、さらに、みことのりのずい、まにまに立てまつらんという。そこで、天尊はその地に泊まり住んだ。そのこと、 かつくにかつ長教は、イザナギノソンの巫女である。またの名は、塩土のおじという、とある。この一書では、ニニギノソンの降臨を、主として記述し、天のおしひの命と、天苦室、大く目の実を噛んだらとする。そしてこと、かつくにかつ長教の別名が、ヒコホホーデミソンの神話に登場する、エンドおじだという。第九段一書、六、では、天。 忍ぶ実るソン天の丑骨は、高見結び村の娘の高畑稚児姫万畑姫命、または、高見結び村のこの日野と畑姫、ほのと、畑姫の子、稚児姫命、稚児姫、をめとりて生みしこの天下民命、天の穂の灯り。次に、天心彦根か、二二木のコンソンを生む。その天下民命のこの天皇山、天の家具山が、尾張連闘の演素である。 高尊の日、二二ギの尊を、吉原の中津国に降臨したま祭るに至るに、及び手中略。この時高見結び尊は、的子こおふすを、高尊の天使に彦根か、二二木の根尊に着せて、天やエグモを廃棄、押し分けて、持ちて、こう、天下したま祭る。そこで、この神を叩いて、天国に義士彦日、二二義の尊、天津国に義子ほの二二という、地に振りいたり師書は、 呼びて、日向のその、光線実るの天山峰、そほりの間の竹という。中略に右の村は、あずた、あたのかさのお岬、笠かささの岬にたどる、たど、りつき、長屋の竹島、高島に登る。その地を巡り見るとそこに人がいた。なお、こと、かつ国かつ町京という。天村がそこで、これは、誰が、国ぞ、と尋ねると、 これ長京が住めるところの国なり。しかれども、今、天孫に宝のボラン。と答えた。天孫がまた、その秀起、咲田、鶴波穂の上に矢広、矢広との置き、建てて、手玉、ただまも霊老、もゆらによりおり京、はた乙女は、これ誰が子女、娘ぞと尋ねると、大山ずみが娘とを、大、姉を言わ長姫と申す。 おと,と、おこの花咲くや姫と、申し、または、豊渡つ姫と申すと答えた中略高村、み間よりで、豊渡つ姫と招くとすなわち人よにして見ごもる。高孫はこれを疑う。中略、それにより母、いろはの受けが、はっきりと示した。まさ、本当に、高孫の子であったと。しかし豊渡つ姫は高孫を恨んで共に言わず、口をきかなかった高孫は憂えて、 歌を詠んだ。奥君や子茂る派平治派誉れだ霊体、母さねじめたい巨茂や党派す助、茂る誉れ張りまとちたいり、誉れだ、起きつもは変には、よれどもさねどこもあたは、ぬかもよ浜土鶏鳥よ意味、沖きの海層は浜辺に打ち寄せられるが、我は共に寝ることもできず、浜の千鳥よ。以上が、この一書の内容である。遺伝であるため、 要所要所で略してあるのは、他の書と告示しているからと思われる。第九段一書、七、では、高見結び村の娘の天満八千八姫、あ、迷わず宅八、八姫がいた、とある。この一書では遺伝を過剰書きに伝える。第九段一書、八、では、正や割れかつ即ビアメのおしほ耳の村。 高見結び村の娘の天満旗千旗姫をめとりて、日として海しみ子の天照らす国てる彦神命、天照国てる彦穂の明かりといい、終わり連当の演奏、とうつ親である。次に、天に義子国に義子天心彦美,美、二に義の村、天に義子国に義子天津彦穂のににぎこの神、主鸥山積神、大山積の女子、娘この花咲桜姫命、 この花のや姫を日として、梨し子は、逆、とある。この一書では別の遺伝を伝える。ここでは、この花や姫の出産について記す。この花のや姫の出産、この花のや姫は人よを、共にしただけで身ごもった。それを聞いた、二人気の命は、たった人よで身ごもるはずはない。それは、国つかみの子だろう。や姫一宿なり人子の腹必ず東。 しかも異国つかみゆき子小敷と言った。この花の作や姫は、この子が、国つかみの子なら、産む時に無事ではないでしょう。天神神の子なら、無事でしょう。我人の子若国つかみゆき子者幸いなんはか、ため天神神の御子者子を、小敷と制約をし、とのない御殿を立ててその中に入り、産む時に御殿に火をつけた。天神神の子であったので、無事に三柱の子を産んだ。 火が、盛んに燃えた時に生んだ子でりの命、火が弱くなった時の子ほっせりの命、火が消えた時の子うりの命、またの名を、天津彦彦ほほでみの命という。第九段本文では、その国に美人、た、おやめがいて、高村がこの美人に、お前は、誰の子かと尋ねると、めかけ、やっこは天神、天津神が、 大山住神をめとって産んだ子ですと答えた。なおカーシツ姫、カーシツ姫という、とある。高尊が彼女を気に入ると、人世にして妊娠した。高尊は信じられず、また、天人といえども、何ぞよく人世の間に人をして死ん、ハラミアラセミア。何時が懐、ハラメルは必ず我が子に非、あらじと言った。そこでカーシツ姫は、怒り恨んで、 戸口のない小屋を作ってその中にこもり、近いて、目かけが、しんめる、もし天尊、雨、美まの御子に火、あらざれば必ず焼け滅、滅びぬ。もし本当にに、天孫の子ならば、火もない、そこな、うことの、あたわじ、と言って、火をつけて小屋を焼いた、とある。一家が、その、密語の詳細である。とある。第九段一書、二、では、その後、神、 アズタカアシツ姫、高村を見て、めかけは天孫、あめ、ミマのミコを死ん、腹メリ。私に産むべからず、というと、高村は、たとえ天神、アつかみのミコと言えもいかん、いかにぞ、人よにして人をして神、ん、腹ませんや。そもそも、旗わがミコに、非あらざるか、と言った。それを聞いた、この花咲くや姫、なぜか、神。 アズタカーシツ姫からこの花咲くや姫に変わってる、は大いに恥恨んで、となきムロを作りて誓いて、我が心、はらめる、これもした神、あたし神の子ならば、必ず幸あらず。これまことに、天孫の子ならば、必ずまさに善、またく、生まれなん。と言いそのムロの中に入り火を持ちて、ムロをふん、く、とある。以下が、家中出産の密語の詳細である、とある。 第九弾一書三、では、まず神、あずたかあしつ姫の家中出産を述べる。この合わせて三つを、見柱の巫女はひもがい、損なうことなく、母、いろはもまた少しも損なうところなし。そして竹の刀でその子のへその尾を切る。その死内を捨てしところ、後に竹林となる。そこで、その地を竹や、高やという。その時に、神。 アズタカアシツヒメが、牧場殿、裏ラヘを用いたたを、京ナダ、サナダという。その他の稲で、天天守、アのノタム酒を上、神手かつて、ニーナエを模様した。また、テイロ殿、ヌナタの稲を用いて、いいと作りかつてを模様した。後半では神、アズタカアシツヒメの濃厚神としての様子を示す。第九段一書、五では、天孫ニニギの村は、 大山ず神の娘のあずたかあしつ姫をめとり、ひとよにしてみごもる。そして四子、よ、柱の巫女を生む。そこで、あずたかあしつ姫はこう抱き進みきて、天神の巫女を、ねい、いずくんぞ私によう、日がしべけにや、こ、じょう、形を告げて聞こえ,え知らしむと言った。このとき、天尊はその子たちをあざけ笑い、あなには、我が巫女は、きききくもせえ、あれたるかなと言った。 とある。そこで、あずたかあしつ姫が怒って、何すれぞめかけを、あざけりゅうやというと、天尊は、心に、ぎ、疑わし。ゆえに、あざけりゅう。なんとなればまた、天神の子といえども、兄、よく人よの間に人をしてありみ、腹ませんや。かた、まことわが子には、ひ、あらじと言った。これを聞いて、あずたかあしつ姫はますます恨み。 となきむろをつくりそのなかに入り、近いて、めかけがにん、からめるところ、若、もし天神、天つかみのみこに火、あらずば必ず滅びなん。これはか、もし天神、天つかみのみこならばがい、そこな、うところ、無剣という。そして火を放ち小屋を焼いた、とある。以下がそのよはしらのみこの登場順、なと名乗りのセリフである。しかる後に、母、いろは、 あずたかあしつひめがひじん、ほたくい、焼け跡の中から出てきて、おさむ、おもむきてことあげ、言葉に出して、めかけが埋める子、みこおよび、めかけが、み、じ、おのずから、ひのなん、わざわいに、とう、あえども、少しも損、こなえるところなし。そん、あめみまにみそなわすやという、とある。そんは、わが本よりこれわがこと知る。ただし、 ただひとよにしてありみ、はらめり、疑うものあらんとりょう、重いて、囚人、もろもろの人をしてみな、これは我がこ、合わせてまた天人はのう、よく一夜にしてあり、しん、はらましむることを知らしめんとよく、思う。また何時、礼、くしひに、こと、あやしき、きいない、かしこさ、能力あり、こ、みことをまたたおさむ、人に、ちょう、すぐれたるき、生きありを明かさんとよく、 思う。ゆえに先の日のあざけり、あざける言葉ありと答えた、とある。この一書は家中出産、ではなく、家中の受けいだが、の遺伝である。あるいは、ににぎの尊の言い訳を代弁するような一書とも、思われる。また、ここでのあずたカーシツ姫は出産後、家中の受けいを行うことや、巫女はよはしらり、自ら、名乗りをあげることなどが、他の遺伝と大きく異なる。 第九段一書、六、では、高村、すめみまよりで、豊よあたつひと招くとすなわち人とよにしてみごもる。高村はこれを疑う。中略、そして生まれた巫女が、以下の神である。それにより母、いろはの受けが、はっきりと示した。まさ、本当に、高村の子であったと。しかし豊かあたつ姫は高村を恨んで共に言わず、口をきかなかった高村は憂れて、 歌を詠んだ、とある。第九段一書、七、では、天根初来命、天の稀勢、あたつ姫をめとりて、巫女の悲民命、この明かりを生む。次に、日夜り命、ほのより。次に、彦コほホデミ彦ン、ヒコホという、とある。第九段一書、八、では、次に、天二義四国二義四天心美こび、二二義の孫、天二義し国二義四天松ひこほの二に義この神。 主王山積み神、大山積みの女子、娘この花咲くや姫命、この花の鞘姫を日として生みし巫女はヒスセリ命、ほのすせりという。次に、ヒコホホデミソン、とある。この一書でも、この花咲くや姫命の巫女は二柱となっている。なお、巫女の出生の順番は、文献により異なっている。他に言うには、元より伝説であり、特定はできないがとした上で、 伝説の地を串振ふるに音の似た九十連邦や九十山とする説等を紹介している。谷自身は高地方、高い山の意図し、天、ソホリがソウルと同じような都であるなど韓国との関連を示す記載と前述の二匹の村の言葉から、本来は九州北部が伝説の地であったが、制作上の都合で九州南部に移動したとしている。また、谷はソホリに、 大きいのいのくがついたものが串振るである可能性と、か原との類似性も指摘している。古田武彦は、福岡県の日向峠、笠ささの牧田を、天村降臨の伝説の発祥地とする。原田大六は、久さおる滝を、あやし、れいな、ふる、勢いが盛んなよう、竹と捉え、久さおるを、台風のこととした。田洋太郎は、天降臨は、 山東県の朝鮮から北九州への上陸を意味するとしている。なお、その他にも串るの否定値は多くある。串ると同様、ソウルが変化したとされる、セフリ山は、福岡県と佐賀県の境にあって、唐国イコール朝鮮半島南部が、津島の向こうに見える山である。朝鮮の建国心は、特に、茅野の子祖主郎が、くじみねにあもる話と似ていることが、 神話学者の三品昭秀によって指摘されている。日本初期巻三上武則によると言われ彦、後の神武天皇が、日向国の高千穂宮にいた45歳の大祭が、紀日井トの年に、兄弟や巫女に、天マ祖公後以来、179万2470余り、179万2470、四年が経ったと述べたという。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。